おはようございますというか、こんにちはというか、5月の課題は、港の見える丘の、花満載みたいなものです。光そのものは後ろからでちょっと逆光加減ではあるんですが、皆さんに渡してる写真を見てもそれほど逆光感はないと思います。空がやっぱちょっとあった方がいいかなというところですかね。なんで煙突が入ればいいかなとかって、屋根にですね、煙突が入ればいいかなという程度ですかね。メールでも皆さんにご連絡してありますが、こんな風に写真を見ると、あの花、葉っぱの奥、茎、みんなこう鮮明にこう出ているんで、そこをしっかり、僕はその写真のようなリアルな絵は描けないんで、僕はどういうふうに見せたらそれらしく見えるのかなという描き方しか僕はしないし、できない。で、すると僕はいつも、こういうものを描こうと思った時に、どんなふうに眺めているかをみんなに伝えたくて、こんなふうにボケた写真をこれわざとぼかしました。縦にも横にもぼかしを入れて、ぼーっとさせた写真にしました。で、僕はこう目を細めてこんな風に写真を眺めると明暗しか見えてこないわけですね。形が2番目になるわけです。で、そういう見方をして私が絵を描いているということをお伝えしたくてこれをつけました。教室の方には言ったんですけど、今回はもう鮮明な写真はお渡しするのやめようかと思ったほどで、ただそれだとかなり文句が出そうな気がしたのでこれをつけています。でも絵の方は塗りに入ってますが、濡れてる時に結構いじってますね。空は、また強いブルーを乗せちゃうと、その強いブルーを置いたというだけで明度が落ちてしまいます。暗くなるということです。で、その辺は実際の現場だったりその写真とはやっぱ違うんですよね。絵は絵の具のブルーは暗いです。強くしようとその思えば思うほど暗い色になります。そとまた屋根の明度、壁の明度に制限がついてくるんで、あまり基本的には塗らない方がいいですね。で、このぐらいの空であれば最後にもうちょっとつけたいなと思えばいくらでもいじれます。で、今こうやって見てわかるように、屋根が壁に落ちてきても全然気にしないで進めています。右側の屋根は空に流れていますが、これも、気にしないでいいです。
まあ、下書きをきっちり書いてその線の内側を塗る、まあ、塗れたらそういうふうに塗れるんであればその方がいいんでしょうが、そのはみ出たことで絵が大きく悪くなるわけではないですよね。ですから気にしないということです。まあ、緑手前にあの建物に背ついている緑に関しては、上の方を紙の白をちょっと残しておきたいなという意図もあってくっつけないで塗ってます。まあ、ここら辺白い花が見えてるんで一応それらしく抜こうとはこの段階思ってたんですが、出来上がると結構どこに花があるのというふうな絵になってしまいました。まあマスキング使った方が簡単でしょうねというふうに思います。今線描筆をずっとこう割った状態で描いてますね。するとこんなふうに白い花びら描くときにも結構楽だったりしますよ。で、私の下書きはこんな風に花の部分に、下書きでデッサンしてませんので、まあ、今からやるような、まあ、紫っぽい、花を筆で置きます。まあ、これが、まあ、僕の下書きみたいなもんですね。まあ、紫っていう色は今ちょうどそうだな、こう目を細めてもらえると紫色とそれから緑の葉っぱの明度かなり近いですね。で、紫を出そうとすればするほど暗くなります。なんでそこはとても気をつけたいんですね。ですから一回暗くしてしまうと葉っぱの方をもっと暗くしなきゃいけなくなります。ですから葉っぱのこれから、まあ、最後に塗る葉っぱのネガティブで追いかける、葉っぱの明度ですね、暗さ、そこをこう幅広く取っときたいんで、紫の花は基本明るめでいった方がいいと思います。今日は赤が2つ、
パレットなんですけど、赤が2つ並んでる上にいつもだとキナクリドンレッド、紫系の赤しかないんですが、キナクリドンレッドが切れてしまって、マッチカラーのマゼンダとなんかひっくり返したらどこだっけな、シュミン家のなんとかっていう色が出てきたんで、それを置いてます。何でもいいです別に。要は紫赤であればいいという、そういう意味ですね。まあ、水のスパッタリングですね。ちょっと表示をつけてるだけです。屋根の下を、ちょっと強めで、この壁に光当たってるわけじゃないんで、影はちょっとしっかりシャープにエッジを出すんじゃなくて、今僕が払ったように影もちょっとぼわっとこう、終わりをさせると自然かなと思います。まあ、下の花のその部分はまあどこに白い花だったり紫系だったりピンクだったりというのはまあどこにあってもいいと思いますよ。あんまり写真にこだわる必要はないと思います。まあ、中央のあたりに公園の園路があって、今人が歩く部分があるんですけど、まあ、右のあたりは園路が花と葉っぱに埋もれて見えなくなってて、まあ辛いですね。で、リアル教室の方に渡したものには人物入れてないんですが、最後に右側にも2人ぐらいちょっと人物らしきものを置きました。まあ後で見ていただければわかるかと思います。
まあ、こういうふうに建物と葉っぱが絡んでる状況の、構図を描く場合は、まあ、普通は建物の窓とかすぐ描きたくなるんですけどね、まあ、建物を先に仕上げてそれから手前の葉っぱとかっていうふうになるというか、そういうふうにする人多いですよね、とても。ただそれをやってしまうと、この場合2階の窓を描くと1階の窓も描きたくなるわけです。で1階、窓はだいたい暗いですから、1階に暗い窓をしっかり描いてしまってから緑を置くとなるとですね、もうそれ跡がついて消えないんですよ。ですからこんな風に先に建物にどこまで緑がかかるかを見てしまう、決めてしまう。でその後で、空いている壁のところにだけ窓をそれらしく入れると、その方が賢明だと思いますね。写真の緑は結構、緑ですね。まあ緑以外には見えないんですけど、私はちょっと赤系入れたり黄色系入れたりして、ちょっとグレーに、意識的にこれグレーに振ってます。まあここら辺は別に好き嫌いでやっていただければそれでいいと思いますけど、あんまりそのサップグリーンみたいな色がドーンと前面に来る絵が僕はあんまり、まあ、めったに描かないんですけど、そういう意味じゃ、濃い緑はこんくらいが僕はいいかなと思うんですけどね。まあ、パレットで溶いてて感じてもらえると思いますけど、ちっとも緑色はないんですよ、簡単に言えば。ただこの構図でこんな風に塗ってあげれば、どんな色でも普通は、あ、緑なんだなって見てくれます。結構そういうところって大事で、まあ、誰が見ても緑に見えるはずですから。今僕が塗ってる色なんて紫系ですよね。でもこれでもね、まあ、絵が出来上がれば別に他しかないんですよ。まあ、意識的に上の緑乾いてませんが、この段階で枝っぽいものを入れています。
まあ、ちょっとグレーすぎるかなで今緑入れてますね。まあ、濡れてるうちにつないではいますが、最初に塗ったちょっと明るめの緑がしなないように濡れてるうちにつないでいます。まあ、ここを気持ちよくやると全部今塗ってる暗さになっちゃいますね。わずかでもいいからちょっとその最初に塗った意味があるはずなんで、それは取っておきたいですよね。今ちょっと左描きながら右にちょっと手を入れましたが、こうやって、一本描いてる間は気にならないんだけど、左も右も両方入れてくると、あ、ちょっと乾いてくると右側が甘いなとかっていうのが眺めていて気になるんですよね。まあ、私もみんなに一発で決めろとは言いながら、こんな風にちょこ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 いじることはよくやってます。ですから、まあ、写真のような色が出てないとか、写真のような明暗になってないなとかっていうよりも、こう自分のこの今描いてるこの絵の中でこのぐらいのメリハリが必要だとか、このぐらいの鮮やかさが必要だ、色はこのくらいにしようという組み立てを、写真を見ながらじゃなくて自分の絵を見ながら考えるといいですね。それはね、癖つけるしかないと思います。まあ、建物の壁が乾いたんで窓描いてます。まあ、窓も丁寧に塗るんじゃなくて、今R のところの窓も、まあ、実際は下まで暗いんですけど、まあ、ちょっと、下塗るのやめてますね。なんでって聞かないでください。こんな風にね、払いたかったんですね。まあ、こっちの窓は柱が細くなって、窓が、つながってるみたいな、実際の建物ではあるんですけど、もう変えてます。この方がいいだろうと。まあ、古い建物なんですけどね、ちょっとこういうデザインだとなんか近代的に見えすぎちゃうかなとか、まあ、元パーツ屋さんとしては多少は気にします。で、今窓に強い色を置いてますが、これも強い色を置き始めたからといって全ての窓にやる必要はないです。まあ、部分的にしといた方が無難ですね。
まあ、この辺の今書いてるあたりの処理に、まあ、針葉樹っぽいあの三角形の刈り込んだ木もあって僕はあの入れてないんですけど、まあ、こんな風に入れてあげると差別化できて描きやすいかもしれないですね。この葉っぱの中がね、まあ、こういうの入れてもこれ写真見るとまたこれ強くて青っぽい緑なんですけど、まあ、針葉樹だからそんな色ではあるんですが、まあ、ほどほどに、そういう個別の色を一生懸命になって観察してそこの色を絵に持ってくるよりは絵の中でまとまる色、まとまる明度、暗さを大事にしてあげるといいですね。白く塗り残したところに、うっすらピンク入れてるんですけどね、あんまり効果ないかなという。まあ、ここは道が園路があって、手前の園路から奥に向かってちょっと行ってまた左に曲がっていくみたいなとこですかね。今手前にある、まあ、ちっちゃなパレットはあの色を汚さないように、僕のこういう黄色系の色は、まあ、見てわかるようにとんでもないいつも緑がかかってるんで、汚さないように黄色をこのパレットは別に持っています。まあ、めったに使わないんですけどね。建物のディティールっぽいとこですね。ディティールってほどのディティールじゃないです。まあ今入れてる暗い色も囲うように入れるんじゃなくて、屋根の明るさの、屋根の、オレンジっぽい色の下側に本当はちょっと入れてあげるといいんですよね。ちょっと囲うように見えないですね。で今入れてる斜め方向の線はやっぱりこれも本当言うと焦点がこう来るんで左は立っていきますが右に行くに従って今書いてるあたりですね、あの辺はすごい寝てくるんですよね。だからまあ焦点を取る必要はないですが、そんな気持ちで書けばいいです。
ポツポツやってますけど、上のあの斜め方向の線に対して揃ってるわけでもないです。整合性がある必要はこういう絵はないですね。建築パーツじゃありませんから。と言いながらちょこちょこっとこうなんかそれらしくやってますね。胸瓦があって瓦があって、その瓦のラインがデコボコしてるわけなんで、まっすぐなものに対してはこうやって本来ボコボコした影がつくんですよね。今気がつきましたけど、僕街灯書いてないですね。これ街灯ないよりはあった方がいいですね。どうぞ皆さん書いてください。どうも縦の線が右にかしいでるように見えますね。ちょっとまずいな。今やってるところで、あの瓦、オレンジ色の瓦とその軒裏との間に明るさをちょっと気持ち残してるの分かりますかね。これこんな風にやってあげると、あの、まあ、破風っていうんですけど、破風の厚みの部分を見せてあげると結構自然ですよね。建物の作りとしてはですよ。ぼちぼち、これで建物ほとんど終わりということで、手前の面倒なところに嫌だなというふうに思う方いっぱいいるかなと思いますが、まあ頑張りましょう。
いっぺんに一気にあの緑の色を暗い色に持っていかないことかな、コツといえば、僕はそういうことは意識してやってます。だから会長、明暗の会長を幅を広げてあげるには徐々に徐々に暗くしていく。黄色、それから、いわゆる黄緑かな、黄緑系の色だけでこれ下半分やっつけようとすると、色相が動かなくなってきて、ちょっと辛いですね。実際は写真見てわかるように、黄緑っちゃみんな黄緑、サプグリーン系なんですけど、部分的に僕が今使ったようなビリジャン系の青緑系の色ですかね、こんなものも意図的に使う、僕はよく使えますね。苦しくなるんで、緑の色相が動かなくなってしまうので、そういうことはよくやります。ここら辺から、ちゃんと鮮明に写ってる写真より僕がぼかしを入れた写真を見た方が描きやすいんじゃないかなと思うんですけどね。参考にするんであればその方がいいかと思います。そういえば言い忘れましたが、花系統をマスキング使いたい方は別に一向に使っていただいて構いませんので、ただいつも言いますが、マスキングをするときはマスキングをするもう下段階で花に見えるようにマスキングしてくださいね。いい加減にやって、後でマスキング剥がした後にまた調整する、修正するということはやめた方がいいです。それで良くなることはないです。今白いところに緑を置いてますが、ここら辺は白い花を作るような感覚でもいいし、明るめの葉っぱを塗り残す、明るめの茎を塗り残す、そんなことを考えながらやるといいです。
でそういう状況で仕上げておくと、後で、まあ、花やめて葉っぱにしようの場合は上から、強めの緑をさらっとかけてしまえばいいですね。それで明るい葉っぱ、暗い奥の茂みが明確になると思います。だ大事なのはペタッと塗らないで、そんな意図を持ってやることですね。まあ、これ私が、このパートで下半分だけでもやっぱり1時間ぐらいはたっぷりやってますね。1時間以上やってると思います。まあ時間はかかりますよね。今ちょっともう似たようなことばっかりやってるんでちょっとすっ飛ばしましたけど、皆さんからいろいろフィードバックされるのを聞いてると、まあビデオの長さは良くて1時間15分というかなというふうに思っています。まあ実際のビデオはこれ1時間40分1時間50分ぐらいかな、そんぐらいはあるんですけどね、それを端折ってます。上の方にある白い花がね、これだん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 なくなってきちゃって、もう最後にもう一回緑をかけるんで、さらになくなってしまいましたね。まあ、この辺まあ、書いてて何考えながら書いてるかっていうと、まあ、見てわかるように筆についてる色は緑なわけで、葉っぱを書いてるわけですね。ただ今暗めの葉っぱの色を置いて、紫系の花の形をこう描きながら浮かび上がらせるわけですね。まあいわゆるネガティブです。なんで、緑のこう置く時にですね、紫の花の形を意識することなんですけど、で描きながらですね、やっぱり目細めて塗ってるのは緑なんだけど、目細めて見るのは、紫を意識するといいです。口で言うとこんな感じなんですけど、今は最初に塗った紫色の明暗の変化をつけています。まあ、このぐらい周りに緑が入ってくると、最初に塗った紫の甘い明るめの色が明度が近いところもあって、だん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 眠くなってきます。でそれを避けるために紫色の強い色を置いています。
まあ、強いって言っても微妙に変化させる程度です。ここで思いっきり強くする必要はないです。このぐらいの変化でいいです。で、まあ、また綺麗な色使いたいんで小さなパレットを使いました。紫っていう色は難しいですね。まあ僕があんまり使わないからかな。慣れてないんでしょうね。ちょっと葉っぱ描いたり、花描いたりすることに疲れてきたんで、こう気分転換に、枝の部分というか茎の部分をちょっと入れてイメージ、自分の中にこうイメージを持とうと、この絵に対して。でさらに強い葉っぱの色を置いてます。花ばっかりじゃなんかね、まあ課題なんで物足りないんで、ちょっと葉っぱも、葉っぱに見えるような部分も部分的にはあっていいかなとかっていう。で枠こうやって描いて、僕も今やったように鉛筆で描いてるように面相筆持って描いてるわけです。ただこう輪郭が残らないように描き終わった段階でこう今やってるように払ってしまえばいいんですよね。こういうふうに、そうすると輪郭が強く残らないです。まあ、これの繰り返しですからね。まあ、こういう作業は、まあ、現場でやるのはちょっと僕も嫌だなという感じですかね。現場の場合はやっぱり印象でざっくりバババッとこうやっつけたい方ですね。まあ、結局この花もそうなんですけど、葉っぱも全くまあ一緒で、どっかでやらなきゃいけないわけなんで、マスキングから入ってしまえば、そのマスキングの段階でこれは葉っぱ、これは花というように、でいつの段階で剥がすかという計画性がしっかりできていれば、まあ皆さんの好きなような方向性でやってもらえたらいいかと思います。僕はもうマスキングがどうかな、3、4ヶ月に1回使うか使わないかぐらいなんで、1本買っても次に使う時にはもうダメになってるみたいなことがとても多いですね。だんだん使わなくなりました。
まあ、絵描き始めて2、3年目ぐらいまではそこそこ使ってたんですけどね。まあ、この辺の葉っぱの形や花の形を出すにあたって、まあ普通我々はこう筆持つと上から下にという書き方が多分多いかと思いますね。で下から上に跳ねてあげるといつもと違うタッチになったりしますよ。1時間喋ってるととても喉が渇きます。次どれだ、眠くなるんでこっち行こうか。まあ、今のあたりちょっとドライっぽい筆の使い方で書いてますが、これはこれで僕はいいと思います。ただこのまあ6号の紙半分3分の2ぐらいが葉っぱと花で出来上がってる絵なんで、それを全部ドライでやろうというのはやっぱ無理があって、ちょっと仕上がった絵がしっとり感が出ないんですよね。でガサついたちょっとドライな感じになっちゃうんで、しっかりネガティブに当てるところはきっちり絵の具を筆につけて、手で描くんだ。そのドライの、ドライブラシで逃げるって言い方もよくないな、ドライブラシで、自然に偶然にできる、塗り残しを当てにする描き方でない部分もしっかりあるといいと思います。ドライブラシが悪いとは言ってはいません。僕もやります。まあ、こういう絵描くときはですね、集中力、葉っぱ描いてると30分いいとこなんですよね。なんでそのぐらいしたらちょっと置いて立てかけて3メーターぐらい離れて眺めてみるといいですね。ここが眠いとか、ここが並んでるとか、ここの色が強いとか、全体を見ることが大事です。じゃないと絵を描いてる間っていうのはこう30センチの距離で自分の絵を判断してるんで、それだけだと良くないですね。どうしてもこう細かいところにしか目がいかなくなるんで、距離を置いて眺めることはお勧めします。
葉っぱばっかりでやっぱりあの葉っぱと葉っぱのつながりもあるもんですから、園路にちょっと人物でも描いてみようかなと。であんまり日差しが強いような絵ではないんですけど、ちょっともう日傘をつけました。ちょっと苦しいとこですね。でこの今塗ってる色ちょっと強いですね。もうちょっとこんな強くなくても大丈夫ですね。教室の課題になると私もやっぱこれでもかってどうしてもこう力が入っちゃうところがあって、自然とこんな風に強い人物を置いたりします。もうちょっと明るくて、今眺めてるとティッシュでちょっと撮りたいなという。周囲の色からするとやっぱ浮いてますよね。ちょっと強いよね。すいません。まあ、ちょっとよく見る人がいたらなんかこんなものを描いといてあげると、ああここが園路なんだなって、まあ想像つくだろうかということでこんなのを入れました。まあここら辺が踏ん張りどころです。紙がボコボコしてますね。もう最後のある種もあと1枚2枚で終わりなんで、あの周囲の黒いニカがやっぱ剥がれてくるんですよね。でボコボコしてます。今ちょっと飛ばしましたが、もうこの辺になると僕はあのほとんどネタの写真とかあんま見てないです。もうこの中で、あ園路にこれちょっと強い色がいるなとか、あのこの白く塗り残したところに、今やってるようにちょっとうっすらピンクがあってもいいかなとか、まあ園路との違いを出すためにというのもあるんですけど、とにかく自分の絵の中で作り始めています。写真はほとんど見てないです。
で上がちょっと眠いなという建物の部分がね、だからまあ今ちょっとピンクっぽい色、紫ピンクっぽい色をかけてますね。で塗り残した白い部分、まあ明るめの窓のところに、ちょっとブルーっぽい色、気持ち置いてます。気持ちですよ。これでほぼ、まあ、全体を塗り終えた感じで、あの塗り残しの白い部分を葉っぱに見せるってさっき言いましたけど、まあ、明るい葉っぱに見せたりということですね。それで全体の微調整で太めの筆でかけていきます。まあ、これ全部やっちゃダメですよ。せっかく塗り残したところがあるわけですから、それを大事に避けながら。だここで使う筆は細かいところを描くわけじゃないんで、これ線描筆使ってますと言いながら細かいことやってますね。まあ花を避けるには仕方ないですね。まあ、あと10分ぐらいですからお付き合いください。まだ、まあ、緑の暗さがちょっと立ち上がって眺めたりすると足りないんで、その部分を入れますね。まあ、全体の微調整みたいなとこですね。
まあこの段階ですっかり最初に残した白い花がなくなっちゃいましたね。さっき落としたんですけど、ちょっとまだ落とし足りないなっていうとこですか。ちょっと明るい茎を入れてみようということで、ガシの白。白単独はやめた方がいいですね。青くなりますね。緑の上に描くと。暗いところに描くんで。まあこんなもんですね。まあとにかく細く入れられるだけ細く、それが自然だと思います。まあ、何本かあればいいわけで、まあポジティブに書くのは楽なんで、これにはまっちゃうとそこら中ガッシュだらけになるから、それも水彩画らしくはだんだんなくなって離れていくんで、まあほどほどにしましょう。まあ、効果あるのは暗いとこですよ。いずれにしても暗い葉っぱの茂みの奥にこう明るめの茎を、意識的に描いてあげるというのがいいでしょうね。しつこいようですが、ほどほどにしましょうね。まあ、ペタッとしてるところに今ちょっと飛ばしてしまいましたが、ペタッとしてる葉っぱ、ちょっと明るめの葉っぱのところに、暗い色でまたネガティブに、その茂みの奥みたいな感じを入れています。まあ、ここを今だいぶ飛ばしちゃったんですけど、まあ、多分見てても皆さん飽きるぐらい僕やってますね。多分今飛ばしたところだけでもう20分ぐらいはやってるかな。こういう作業も結構暗い色を置いたな、これでいいなと思っても、乾いてくると、ちょっと眠いというところがやっぱ多いですね。なんでやっぱり、ま、
透明水彩どこで筆を置くか結構難しいもんありますね。まあ、ぼちぼちいいかなってとこですかね。上の建物を挟んだ両サイドの暗い木もやっぱり乾いてくると結構甘めですね。でもまあ下が甘いんでこのぐらいでいいかなというとこですね。で、葉っぱを描いていくときに花も花の形も修正してあげるといいですよ。変竹林な花の形になってたらそれを修正しながら葉っぱを入れてあげるといいです。まあ、こう右に2人入れました。なんかちょっとあんま格好良くないおばさん2人ですか。すいません。終わりです。